梅津正影日記は、江戸時代の秋田藩画廊梅津正影の日記。原本は24冊からなり、秋田県公文書館に所蔵されているが、16巻、下は佐竹家に検定された後に散逸してしまった。東京大学資料編纂所、書、秋田県庁、国立資料館等に写本が伝わっている。記述は正影が、院内銀山奉行に就任した。 慶長17年2月28日から、正影の死の4日前である寛永10年3月6日までにわたる。原本の保存状態は、概ね良好だが、一部表紙などが破損しているほか、慶長18年、玄奈元年、寛永元年の記述が欠落している。正影は、佐竹義信に抜擢され、院内金山奉行、宋山奉行、勘定奉行、 過労と累進した人物であり、日記には講子にわたる出来事が記録されている。長らく銀山奉行として、辣腕を振るった人物の日記だけに、鉱山経営に関する記述が豊富である。秋田藩の反省のみならず、当時の武士や庶民の生活を検証できる資料としても貴重である。後の佐竹義邦の書状によれば、慶長年間には、 藩の記録書に収納されていたようで、仕置きの際の洗礼、藩礼として重んじられ、秋田藩のいくつかの資料でも引用されている。ありがとうございます。